すな。なんで？みっともないところを見せたな。うん。でも、朝は全然元気だったのに。うっかり、薬の時間を逃してしまったんだ。そのくらいで。そのくらいで、ためになるくらい。体はダメでな。祈り。ただ、手術の前に、一度戻ってきたいと思って。無理はダメだよ。無理では。ほら。情けない。祈り、前にそこの引き出しの漫画を読んだでしょ。うん。古い少女漫画が詰まっていた。あれ、近所に住んでいたお兄さんのなんだけど。うん。お兄さん、病気で死んじゃって、その時にもらったものだったの。それで、勝手に読んだら怒ったんだな。うん。すまないことをした。それはいいけど、無理だけは絶対にダメ。そうは言うが。ダメ。うん。つきっきりで見てるから、出歩いたらダメだよ。しかし、祭りが。祭りは毎年あるでしょ。祈りの体が、一番大事なんだから。わかった。ずっと、そばにいるからね。